挿絵はイラストレーションの一種で雑誌や新聞あるいは書籍など文字主体の媒体において読者の理解を助けるため等の目的で入れられる絵のこと。そうがとも言う雑誌や書籍の見開きにわたる大きなものから雑誌の片隅に使われる小さなものまである。正確に説明すれば挿絵は本、雑誌、新聞の間に様々な大きさで挿入された。 主に白黒の版画を指していう。特に小さなものはカットとも呼ばれる。文章の傍らにあるものだけだとする考え方と、それに口絵を含むとする考え方がある。画家、イラストレーター、漫画家などが担当するが、専門の挿絵画家も存在する。日本文学においては、そもそも源氏物語絵巻などの文学作品を視覚化した絵画が多く制作されている。また、 江戸時代には草草紙、合刊、教科本などに、浮世絵師などによる白黒の挿絵が描かれていた。現代では、特に児童文学など低年齢層向けの書物や、図解なしでは理解の困難な専門書などに見られるが、識字率の急激に上昇している社会では、一般書物にも多く用いられる傾向にある。例えば19世紀イギリスの新聞、雑誌掲載の小説では、リケンズ、 アーサー・コナンドイルなどの例を挙げるまでもなく、また18から19世紀に本の起病し、特本等においても挿絵が多用されており、演劇、絵画、文学の境界は非常に流動的なものだったとする研究もある。ライトノベルにおいては特に挿絵が不可分のものとなっている。アニメ化、ゲーム化される際の登場人物の造形イメージを共通させるなど、 挿絵に依存する比率は極めて高い。何をもって挿絵の始まりとするかは諸説あるが、国立国会図書館が2017年に模様した挿絵の世界展では1875年11月29日、英理新聞社の発行した東京平仮名英理新聞における岩田88の話に添えられた絵だとしている。それまでにも錦絵の中に文章を入れた。 西系新聞は存在したが、主にならず、文章を助ける絵としては、これが書室以降、新聞小説の差し絵として、浮世絵氏が起用され、中でも月岡義、月岡義都月岡押しにもつ水野と市方が、新聞小説差し絵のジャンルを確立させた。二人の作品は水野が所蔵していた、吉都新聞小説挿絵集として、国会図書館所蔵に所蔵されている。その後、 小説に、挿絵は必要か否かを、小崎紅葉が提起。1900年代に入ると木版から、写真製版へとなる、印刷技術の変化により、洋画家の進出を容易にし、白樺が1911年2巻2号で、オーブリー・クレセント・ビアズリーを起用。多くの挿絵画家が影響を受け、ビアズリーの衝撃と呼ばれた。1920年代後半に入ると、 雑誌の普及により、中原淳一、吹き康二など、差し絵画家を専業とする者が現れる。戦後は、岩村千太郎、志村達美、小林秀恒らが活躍。紙芝居を経て生まれた絵物語というジャンルが発展すると、小松崎茂、山川総二が活躍。SF というジャンルを活気づけた。1964年には、デザイナー出身の和田マこと、 旅行ただのり、宇野明が参入し、イラストレーションという言葉が生まれた。70年代から80年代には、コバルト文庫や角川スニーカー文庫といった表紙にイラストを対応した若者向けノベルが誕生。前述のライトノベルの草分けとなっていった。コマイトは、書籍や雑誌、新聞などに本文とは直接関係しない絵柄を描いた小さな絵のこと。一般的には、 挿絵の一種として扱われる。紙面の雰囲気づくりや空いたスペース調整用に挿入される。例えば、見開き1ページと定められたエッセイ欄などで文章の長短により空白が出た場合になどに用いる。挿絵と異なるところは、近接する文章とは直接関係がないところで文章の説明などの意味はない。したがって、このようなコマへの挿入は、事前に画家が、 生物、花、風景などの無難な絵柄を描いておき、編集者が適宜使用するものであり、文章を書いた執筆者の側でも、どのようなものになるかは関与しない程度のものということになる。コマえ、コマえ、コマえと表記されることもある。漫画等の画面中に、形線で、コマを区切って、絵を描く形式の作品において、一つのコマを指して言う、コマえとは異なる。 木版口絵相欄5ページ。国立国会図書館編、平成29年度企画展示、差し絵の世界4ページ世田谷文学館編、生誕120年詩人画家、竹久夢辞典2004年、P17。ありがとうございます。